大阪府教育委員会では、平成26年度入学者選抜から茨城工科高校、淀川工科高校、今宮工科高校の3つの府立高校に新たに工学系大学進学専科を設置します。この専科では数学や物理、英語などの授業を充実させるとともに、大学と連携し専門的な工業技術を学びます。専科の特色としては、夏季冬季講習会の実施、工科高校からの進学、大学との連携が挙げられます。今回は大学との連携という特色についてご案内します。大学進学専科では、高校在学中から工学系大学進学を視野に入れ、高校から大学までの7年間を通じた工業教育を目指します。そのためには、早くから大学の雰囲気を知ること、先端技術の学びを取り入れることが重要と考え、府立大学や大阪工業大学など工学系大学との連携を進め、府立大学の先生による特別講義や各大学の研究室訪問などを授業の一つとして取り入れます。また、大学の実際の授業を聴講する機会や、大学から指導を受け、ハイブリッドロケットや人工衛星の開発研究などを自由研究のテーマとするなど、工業技術への興味・関心がさらに高まるよう取り組んでいきます。高校在学中から大学の学びと先端技術に触れ、実感し、エンジニアを目指す、これが大学進学専科なのです。最後に、工学系大学進学専科を設置する3校のうちの1校、茨城工科高校、辻井校長からのメッセージです。茨城工科高校は、淀川より北のこの北摂地域では唯一の府立の工業科の専門高校です。昨年創立50周年を迎えまして、卒業生は1万4000人を数えております。最近、英語訳の卒業証明書を取りに来られる方が大変増えておりまして、卒業生は世界中で活躍をしております。さて、茨城工科高校は来年度、新しい学科工学系大学進学専科をスタートさせます。大学進学専科では、工科高校ならではの実習実験を中心とした専門科目に加えて、数学や理科の物理科学、そして英語の授業を充実させ、理工学系の大学進学を目指します。簡単に言えば、大学の工学系の勉強を高校で先取りできるという普通科高校にはない、大きな特色があります。将来大学に進学して、ものづくり関係の仕事に就きたいと思っている生徒の皆さん、ぜひ茨城工科高校の大学進学専科を高校選びの選択肢の一つに入れてください。どうぞよろしくお願いします。